トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。修行の調子はどう？うん、自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のゴハンさんくらいの強さの実感を。うん、その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そうだったらいいけど。ああ、そうそう、こっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ。ふん、なに気のない返事ね。タイムマシンなのよ、タイムマシン。あ、分かってるよ。さすが母さんですね。これが完成したら、あんたはまず過去の孫君、ご飯君のお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの。きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ。次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、孫君たちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんで、この世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってご飯さんだって生き返りはしない。それに過去に戻らなくたって、今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。あ、そうだトランクス、ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？何ですか？あんたなら簡単な用事よ。さっきタイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょ。だけど大事なパーツの原料が足りなくなってね。あんたに取ってきてもらおうかなと思って。構わないけど、どこに行けばいいの？パオズ山よ。ご飯くんというか父さんの家があるところ、わかるわよね？あ、はい、大丈夫です。原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら。最近父さんたちに顔を見せてなかったし、ついでに様子を見てきます。ええ、お願いね。もし困ってることがあったら助けてやって。はい。ああ、そうそう、忘れてたわ。取ってきてほしい原料はこれよ。頼むわね。はい、それじゃ行ってきます。まずは父さんたちに話を聞かないとな。こんにちは、俺です、トランクスです。トランクス家？ちょっと待ってくれ。いやー、久しぶりでねえか。急にどうしただ？ご無沙汰してます。母さんに用事を頼まれてお邪魔でしたか？オラたちなら特にやることもねえしな。なあ、夫。んだ、この辺りには人造人間も来ねえし、町の方に比べりゃまだマシな方だべ。そうでしたか。何か困ったことがないか心配だったんですが。オラたちなら大丈夫だよ。心配してくれてすまねえな。そっちこそどうだべ、ブルマさんは元気だか？はい、今も新しい開発を進めてて。ああ、そうだ、俺
母さんに言われてこの近くにある原料を探しに来たんでした。これなんですが、どのあたりにあるかご存知ですか？オラは知んねえけど、お父は知ってっか？確かにこの山で見つかる場所はあるだよ。しかしな、確かあそこは何か問題でもあるんですか？んだ、妙な機械がうろちょろしてて近づくと襲ってくるだよ。ありゃ多分レッドリボン軍が昔作ったロボットだべ。そういえば昔父さんを襲っていたメカがありましたね。そいつと同じような兵器なのかも。放っておいたらまたこの辺りまで来て父さんたちを襲うかもしれない。俺原料を探すついでに壊してきます。おお、そうしてくれるとありがてえが。ダメだ父、そんな危ねえとこに行かせてもしものことがあったらどうするだ。おめえに怪我なんかさせちまったら、おらブルマさんになんて言ったらいいかわからねえだ。父、大丈夫ですよ。俺必ず無事戻ってきます。ごはんさんにしっかり鍛えられましたから。それに無理はしません。心配しないでください。用事を済ませたらすぐに帰ってきます。ああ、まったく、そんなまっすぐな瞳で言われたらオラ止められねえだよ。けんど絶対に無理はするでねえぞ。いいな？んだ、危ねえと思ったらすぐに帰ってこい。はい、じゃあ行ってきます。ご飯が鍛えただけのことはあるだな。なんとなく言葉の端々がご飯に似てるべ。原料を集める前にレッドリボン軍のロボットを壊してしまおう。あれは強いかもしれない。あれは強いかもしれない。父さんたちを困らせてるのはこいつらだな。人造人間と比べたらどうってことはなさそうだ。すぐに片付けてやる。こんなロボットなんかに手間取ってる暇はないぞ。やっやっほっ、いきます。はっ、やっやっ、いきます。次はドイツだ。これで全部だな。よし、邪魔なやつはいなくなったし、母さんに頼まれたものを探すか。この辺りを探せばあるはずだ。母さんから頼まれたのはこれだな。よし、一度父さんのところに寄ってから帰ろう。
父さんたちに挨拶するか。父さん、牛魔王さん、おかげで原料を見つけられました。レッドリボン軍のロボットも破壊しておきましたよ。無事に帰ってくれてよかっただ。本当によかっただよ。んだ、さすがトランクスだべ。もうすっかり一人前の戦士って感じだ。俺、ゴハンさんにしっかり鍛えられて強くなれました。今俺がここにいるのはゴハンさんのおかげですから。そうか、そう言ってくれるならきっとゴハンも喜んでるはずだべ。ほら、悟空さやゴハンがいなくて寂しいが、おっとうがいてくれる。おめえもブルマさんを心配させねえようにしてけれ。はい、ありがとうございます。そういや、さっきおめえが言いかけてたけんど、ブルマさん相変わらず何か開発してるみてえだな。ええ、母さんなんですけど、実は今タイムマシンを開発してて、今日はその原料を取りに。タイムマシン。はい、そったらもんまで作れるだが、さすがブルマさんだべ。俺、それが完成したら過去に行って、悟空さんが死なないように薬を渡してくるように言われてます。それで悟空さんが生き延びたら、人造人間を倒すための手がかりになるはずだって。そうしたら悟空さんもご飯も生き返るのけ。 いえ、こちらの世界の過去が変わるわけではないみたいです。俺もそれは残念ですけど。そうだか。すみません、期待させるようなことを言ってしまって。いや、いいだ。でもできれば悟空さんを助けてやってけれ。そうしたらそっちの世界のオラは悲しまねえで済むだよ。少し羨ましいけんどな。んだ、父の言う通りだべ。父さん、キューマ王さん、わかりました。ああ、オラたちのことは心配いらねえから、自分やブルマさんのことを大事にしてけれ。ケリ、気をつけてな。またいつでも来るといいだよ。ブルマさんにもよろしくな。はい、ありがとうございます。それじゃあまた。用事も済んだし家に帰ろう。よっ。さて、母さんが待ってるぞ。母さん、ただいま。頼まれたものはこれでいい？そうそう、これこれ。これで完成に目処が立ったわ。ありがとう。それで父さんたちは元気だった？はい。でもやっぱりゴハンさんがいなくて寂しそうでした。時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですね。うん、そうしてあげたら喜ぶと思うわ。タイムマシンで本当に過去を変えられて、ゴハンさんやみんなが生きている世界になればいいんだけど、せめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活を取り戻すことができれば。それができれば苦労はしないけど、今の私たちの力だけじゃどうにもならないわ。だから過去の孫君を助ければ何かが変わる。その変わる何かが手がかりになると思うの。それに人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない？別の世界だとしても人造人間のいない平和な未来があってもいいと思う。だからお願いね、トランクス。あ、はい。ついにやったわ。あんたが手伝ってくれたおかげでようやくタイムマシンが完成したわ。え？往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよ。これで20年くらい昔まで大丈夫だわ。チャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわね。ちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったらもっと完璧なものが作れたはずなんだけどね。
母さん、俺、今の実力なら人造人間を倒せると思う。わざわざ過去に行って研究しなくても。あんた、まだそんなことを。はっきり言って、今度は俺、自信があるんだ。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えします。現在襲われているのは、西の都の周辺にある。すぐ近くだ。ちょっとトランクス、あんたまさか。俺、行ってくる。これ以上奴らを放っておけない。ちょっとトランクス、待ちなさい。あれから修行してゴハンさんより強くなったはずだ。自分を信じるんだ。俺はやれる。殺されたみんなの仇を今日こそ撃ってやる。人造人間なんかもう怖くない。今度こそ奴らの最後だ。うん、弱そうだな。過去に行ってもこの世界が変わらないんじゃ意味がない。人造人間さえ倒せば過去に行かなくてもいいはずだ。どの町もひどい有様だ。ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ゴハンさんの仇俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。ゴハンさんが死んで3年、俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの死にはさせない。お前がどれだけ腕を磨いたのか俺たちには勝てない。私たちに勝つなんてとんだ思い違いだよ。もうすぐ
取れる。もう勝った気でいるのか。自ら逃げられるかな。そうだ、これは俺たちのエネルギーは永久式で無尽蔵なんだ。まだまだこれからだぞ。そうだね、気をしないな。まずい。スリア、どこに行こうと無駄だ。そんなについてこられるか。どこまでも追い詰めるぞ。受けてみな。はぁ、こいつから逃げられるかな。そうだ、どこ見てんの。チェッコワイドチェッコワイドトーキャンコーキチェッコワイドチェッコワイドさっさと蹴りをつけるつもりだったの。予定が狂った。蹴りならつけてやるさ。俺がお前たちを倒してな。やぞ、ハッホッ、やりな。どこにいるの。やぞ、はぁ、はい、まずいこー、こいつ、はい、まずいこー、行きた。やるな。俺たちの本当の恐ろしさを分からせてやる。口だけはまだ余裕みたいだな。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんな、そんな、どこだ、どこにいる。なぜだ。何のために人間を襲う。ドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ごはんさんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで
過去に行かなければ。瀕死のトランクスは奇跡的に命を取り留め、5日後ようやく目覚めることができた。自分の力不足を痛感したトランクスはブルマの助言に従い、タイムマシンで過去に行くことを決意した。よし、心臓病の特効薬間違いなくソン君に手渡してあげてね。あまり無理しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけてください。じゃあ頼んだわよ。それじゃ行ってきます。こうして過去に向かったトランクスは地球を襲撃に来たフリーザたちを撃退し、若かりし頃の父ベジータや母ブルマらと出会う。その後地球に帰還した悟空に心臓病の特効薬を渡し、3年後に起きる人造人間襲来を警告するという目的を無事に果たした。トランクスは別の世界の未来に変化が起きることを期待しつつ、母の待つ現代へと帰還した。ただいま母さん。おかえりトランクス。タイムマシンはちゃんと動いた？はい、無事に過去の悟空さんに薬を渡せました。よかったわ。まともにテストもできなかったからタイムマシンが故障しないか心配だったのよ。まあ私の作ったものだから大丈夫だとは思ってたけどね。それでその他のみんなにも会えたの？はい、若い頃の母さんやゴハンさん、それにクリリンさんたち、もちろん父さんにも。若い頃の私にも？どうだった？美人だったでしょ？ああ、もちろん今も美人だけどね。すぐに俺を信用してくれました。血のつながりみたいな何か感じてくれたのかもしれない。そうね、多分そうじゃないかしら。私のことだし、あまり何も考えてないかも。ベジータにも会えたのよね。どうだった？結構嫌なやつだったんじゃない？そうだな、嫌なやつとまでは思わなかったけど、気難しくてプライドも高そうな雰囲気だったな。まあそうね。それに近寄りがたい感じだったからあまり話せなかったよ。俺の正体を明かすわけにもいかないし、ただ会えたことはやっぱり嬉しかった。そっか。でもまあ、あまり話さなくてよかったんじゃない？話しかけたらもっと不機嫌になってたかもよ。やっぱり気難しい人だったんだね。まあね。でもただの冷たいだけの人ってわけでもないんだけど。そうなんだ。もっと話ができればわかるのかな。とにかく次は向こうの世界に人造人間が現れた時間に行ってみんなを応援しないと。悟空さんたちが人造人間とどう戦うのか、せめて弱点なんかがわかればいいけど。それじゃあ早速タイムマシンのメンテナンスをして、また往復分のエネルギーをチャージしなきゃね。もう少し先になると思うけど、あんたは次に過去に行く準備をしておいてね。ああ、そうするよ。エネルギーのチャージには時間がかかるし、俺も次の戦いに向けて鍛え直さないとな。
イムマシンのエネルギーチャージが早く終わればいいんだけど。もう大丈夫なの？でもエネルギーがチャージされるまで時間がかかるから少し待ってね。やっと往復分のエネルギーがチャージできたわね。これで孫君たちの応援に行けるわよ。悟空さんたちが無事だといいけど。きっと大丈夫よ。もしかするともう人造人間なんか倒しちゃって平和になってるかもよ。それだったら悟空さんたちを連れて戻ってくるのもいいかもしれないね。タイムマシンの定員は一応一人だけなんだけど、孫君たちなら無理やり乗ってきちゃいそうね。孫君、強い敵と戦うのが何よりも好きだったから確かに悟空さんのあの性格ならそういうことをするかもしれないな。でも戦いが終わってなかったら今度はあんたもみんなと一緒に戦うことになるんでしょ。気をつけてね。あまり無茶しちゃダメよ。はい、母さんも気をつけて。俺必ず無事に帰ってくるよ。この世界の平和も取り戻さないといけないからね。こうしてトランクスは再び過去へと旅立った。そこでは見知らぬ人造人間たちの出現や性格の変化した17号、18号など予想以上の出来事が待ち構えていた。さらに17号たちを超える凶悪な敵セルの出現は人類の存亡をかける危機へと発展していった。しかし悟空たちはさらなる修行を重ね、中でも特に成長したゴハンのスーパーサイヤ人を超えた力によってセルの脅威を排除した。平和な世界を取り戻したことを見届けたトランクスは修行で得た力とともに元の時代へと帰還していった。母さん、ただいま。おかえり、トランクス。ちょっと、どうしたのよ。なんだか大人っぽくなったんじゃない？はい、神様の神殿に精神と時の部屋っていうところがあって、そこで修行すると1年間がたった1日で過ぎちゃうんです。なんだかよくわかんないけど、どっちにしてもよかったわ、無事に帰ってきてくれて。で、どうだったの？その顔だといいことあったみたいだけど。はい。そっか、結局孫君は死んじゃったのか。でもゴハン君が仇を討ったのね。はい、父さんはやっぱり母さんの言ったようにただの冷たい人じゃありませんでした。え？父さんが敵を前にした様子を初めて見たとき、正直言って冷酷で心底悪いやつだと思いました。母さんや赤ん坊の俺が危険な目にあっても助けようとせずに敵のことしか考えてませんでしたから。あらら、まあらしいといえばらしいわねでも1年ほど2人きりで修行した時、周りを寄せつけず自分にも厳しい不器用な寂しさを感じたんです。そうね、確かにそういうところはあるかもね。修行を始めた頃は相手にもしてくれませんでしたけど、少しずつ俺の力を認めてくれたみたいです。それこそ何度も本気で手合わせしたり、たまに少し話もしたり。話？どんな話をしたの？話といってもいつも俺が一方的に話しかけてただけです。父さんはそうかとかふんとかばかりで、あまり会話にはなってませんでしたね。まったく、ベジータらしいわね。
だけど修行の終わりの方で。時は過去。目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い、生体エネルギーを奪っていた頃に戻る。セルを倒すため、精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は、間もなく1年近くの時が経とうとしていた。全力で来い。はい、父さん、行きます。分かっていると思うが、足の死など許さんぞ。分かってますよ。それは父さんのことですか、それとも俺ですか。いいから続けろ。やっと、成長したか。でもさすが父さん、なかなか隙が見えない。待てんよ。これは俺の全力です。いいだろう、大体の感触はつかめた。だがやはり足りんな。お前は当然として、この俺もだ。父さん、父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。そろそろ悟空さんたちと交代する準備をしなければ。まだだ、もっと絶対的な力がいる。予定ギリギリまで時間を使わせてもらうぞ。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに、まだ先を目指すんですか。ふん、セルをぶっ倒しカカロットの野郎も超える圧倒的な力を得るにはまだ足りん。これ以上の説得は無駄かな。父さんは自分が納得するまで修行を終わらせないつもりだ。父さんはセルを倒すことより悟空さんを超えることの方が大事なんですか。少し違うな。俺が目指すのはあくまでナンバーワンだ。ただ今はあのカカロットの野郎が一番目障りだというだけだ。同じサイヤ人だからこそなおさらな。いいか、貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな。常に上を、ナンバーワンを目指せ。もっとも、この俺がいる限りその座につかせる気はないがな。父さん、父さんが俺にアドバイスらしいアドバイスをくれるなんて初めてかもしれない。強さか。悟空さんも強敵と戦うことに喜びを感じていた。これが純粋なサイヤ人ということなのかもしれない。俺の時代ではとにかく人造人間を倒すことしか考えられなかった。自分の強さの追求よりも人々の平和を取り戻すことしか。お前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたな。カカロットに似て甘っちょろいこと。そんなことは。だが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さにはもっとムカつくぜ。え？人造人間に勝つことや平和を取り戻すだけで満足するような甘い考えは捨ててしまえ。俺はその先をナンバーワンの強さを手に入れるつもりで仕上げにかかる。お前もそれくらいの強さを目指せ。そうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ。父さん。はい、俺も強くなります。そう、そんなことがあったんだ。本当に分かりにくいやつなんだから。それから少しずつ会話も増えたんですが、
母さんのどこが好きになったのか聞いたときはすごく怒られました。つまらんことを聞くなって。それに俺がセルにやられたとき真剣になって怒ってくれたんです。でしょ。だからそう言ったじゃない。はい。へえ、あのベジータが、あいつそんな一面もあったんだ。でもよかったわ、向こうの世界が平和になって。はい、俺も過去に行った甲斐がありました。向こうの世界は平和を取り戻せた。だけどこっちの世界は17号と18号がまだ人々を苦しめてる。奴らをこれ以上野放しにはできない。番組の途中ですが、人造人間の情報です。現在17号と18号が襲っているのは人造人間め。今度こそ行ってきます。母さん、トランクス大丈夫なの？大丈夫です。そのために過去で悟空さんやゴハンさん、そして父さんたちに会ってきたんですよ。過去だけじゃなく、この事態も平和にしなくちゃ。気をつけてトランクス、無理するんじゃないよ。はい。今度こそゴハンさんやみんなの仇を取る。人造人間に破壊されなければ、この町ももっと人が長かった。これで終わらせてやる。見ていてくださいゴハンさん。はあ、たなたな。ふん、まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど無駄な努力が似合うバカはいないな。17号、あたしむしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ18号。本当に長かった。お前たちが現れてから俺たちや世界中の人々にとって毎日が地獄のような日々だった。ふん、それがどうした。タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいいやつだった。だがこの時代のお前たちは無益に街を破壊し、人々を苦しめ続けている。許すことはできない。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。ああ、来い。いつやっほっ、ほら行きます。やっうっほやっはい。なんだ、なぜ私がこんな奴に手こずっている。今までの俺だとは思わないことだ。くしょー、よくもやったね。俺たちの受けた傷に比べればまだ足りない。帰れ、待っていた。そんなことがあってたまるわ。どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。
どうした？だらしないな、18号。ちくしょう！もう許さないよ！二人で来い。同じことだ。なんだ？今までのやつとは何か違う。さあ来い！これが本当の最後だ！人造人間！何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう、17号。ほっ、よし。何も変わってないじゃないか。どうやらお前の最後のようだな。俺たちが受けた苦しみがわかるか。俺たちは苦しんでいるだと。気のせいだ、17号。私たちに勝てはしないよ。来ます。やりなよ。手の止めを差し上げた。少しは成長したじゃないか。口で言うほどの余裕はなさそうだな。どこ見てんの？どこまでも追い詰めるぞ。そらそら、まずい。ぶっ壊してやるよ。どこ見てんの？こいつから逃げる。やっちゃっ！どこに行くやと無駄だ。遅いよ。またまた。さっきのは口だけだったみたいだね。もう二度と現れるんじゃないよ。行き止めるな。何なのさ、このパワーは。ここさ、横橋さん、父さんたちから受け継いだ力だ。受け継いだ力だと。そんな馬鹿げたものはありはしない。バカ。ほっ、やっ、ゼロル、はっ、や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 っ、これまでの借りを全て返してやる。こちらは、こいつから逃げる。そうやっ、
どこまでも追い詰めるぞ。された仲間たちの、そして今度はゴハンさんの形だ。はっ、
これでみんなの仇を。いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。それから3年余りの月日が流れた。破壊の限りを尽くした17号と18号がいなくなり、平和になった町では復旧の工事が進んでいた。そしてタイムマシンの往復分のエネルギーもたまり、トランクスは人造人間を倒した報告のため過去に出発しようとしていた。それじゃあ行ってくるよ、母さん。トランクス、気をつけて。みんなによろしくね。はい。離れていて、母さん。安全なところへ。え？わかったわ。そこにいるのはわかっているぞ、セル。な！俺を殺し、タイムマシンで過去に戻って17号、18号を吸収するつもりだろう。完全体になるために。何？なぜそんなこと。その計画は失敗だ。そしてこれで全てが終わる。計画が失敗だと？貴様ごときが偉そうに。セル、完全体のお前は確かにとてつもない強さだった。だが今のお前なら俺でも十分倒せる。そうか、お前過去に行ったのだな。なるほど、妙に事情に詳しいわけだ。それにしても今の俺なら倒せるというのは心外だぞ。トランクス、貴様のデータはスパイロボでお見通しだ。貴様の力では俺様はおるか、17号や18号すらも到底倒せまい。ではなぜ17号と18号はいなくなったんだ？な、まさか二人が消えてしまっていたのは貴様が。この西の都で戦うのはまずい。随分再建が進んできたところだ。場所を変えさせてもらうぞ。はっ！ブラッ！セル、貴様を倒し全てを終わらせる。奴はまだ進化していない。今なら倒せる。うん、弱そうだな。絶対に奴を過去に行かせちゃいけない。うん、弱そうだな。そこか。少しは腕を上げたようだが、この俺様を倒そうとはとんだお笑い草だ。絶対にお前を過去には行かさん。ふざけ、青2歳が。俺はドクター・ゲロ様が作り上げた究極の人造人間だ。この世に俺様を倒せる奴などいるはずがない。どうかな。その気をつけ、気をつけ、気をつけ、つけた。おや、カット。そのカット、気をつけ、カット、カット。いきます。諦めるんだな。ヘル、マサイコー！貴様が17号と18号を倒したせいで余計なことにしやがって。ヤツらが受けてきた苦しみを返してやっただけさ。くらえ、マサイコーガード！俺の真の力に欺くがいい。
この世界に地獄のようなものを合わせない生き物か。取り戻した世界の平和は俺が守る。いやどうも。所詮青にさいよ青にさいよ。調子に乗っていられるのも今だけだ。平和のために許しておけない。うわっ、あっ、あっ、うわっ、あっ、てっ、俺が最強なんだ。アイバミ、てっ、てっ、こっ、きます。消え去ってしまえ。セルー